自分の居場所を知らせる、うん、そのために使えそうなこのいぶきの GPS、 あとはこのもう一回ライブ配信を開始、そうすると位置情報を知らせてました、うん、走った時の軌跡がこういう風に早送りでね表示されるんですよ。面白い、うん、ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。アラヒフですけどこの記録更新できるようにガチで走っていきます。今回はグッズをご紹介したいと思います。山に走りに行った時、トレランをした時に、あんまりあってほしくないけど事故とか緊急事態に遭遇した時に自分の居場所を知らせる、うん、そのために使えそうなこのいぶきの GPS、 これを今回買ったのでご紹介したいと思います。これはね非常にこう正確に山の中でも自分の居場所を掴むことができる、配信することができるのと、あとライブ配信なんですよね。3分に1回自分の居場所をこう通知することができるのと、あとロングバッテリーっていう、うん、40時間から50時間ぐらいはこれバッテリー持つので、長い間ね、まあ言ってしまうと100マイルレースとかでは自分の居場所を伝えるにはすごく使えるんじゃないかっていうふうに思ってます。言ってしまうとスマホアプリでもできるんじゃないのっていう話なんだけど、どうしてもねアプリ、まあ、地図なんかずっと表示してるとスマホのバッテリーも食うし、であと山の中の環境、通信環境、うん、これも結構不安定、県外なところも多いので、そうなってくるとちょっと情報をつかむのに時間がかかったりだとか、うん、あと機内モードでも同じく延滞した情報になってしまうので、それがまあないと、比較的ないということがこのいぶきの GPS の売りなので、今回ちょっと使ってみようと思います。簡単にこのスペックを言うと、ちょっとアンチョコ見させてください。さっきも言ったけど3分に1回居場所を配信します。で、SIM カードが入ってるっていう、まあ本当携帯だよね。でバッテリーの稼働時間は非常に長くて40から50時間、うん、で重さが 78g、 卵よりもちょっと重いぐらいか。で厚さが 16mm、 防水防塵対衝撃で、アプリはいらず、ブラウザで表示する URL をクリックするだけという感じですね、自分の居場所を知らせるのは。なのでその URL を SNS、LINE とかメッセンジャーとかで貼って、配信すれば自分の居場所はすぐに伝えられる。で、充電はタイプ C だな、タイプ C で、充電しながら、ここにある、充電しながら位置情報を配信することが可能で、測位の方法は GPS、GLONASS で、あと導きにも対応してます。で表示する地図、これは Google のマップと、お、すごいね、国土地理院っていう風に選べますね。で他に同じようにいぶきの GPS を持っている人がいたら、地図上に同時に表示させることができたりとか、あとは、イベントっていうのを立ち上げて、コースをGPX のデータをあらかじめ入れといて、レースみたいなことをすることも可能と、うん、まあ、この辺はすごいよねやっぱりね。それから金額か、金額はこれ幕開けて今販売をしてるんですよ、うん、で価格がね2万1000円ぐらい、ただ早期割引で、まあ、2割引きぐらいから買えるのかな。僕は一番最初の割引で買ったんで、もう少し安く買うことができた。でかつもう手元にあるっていう感じです。であとは月額使用料がかかりますね、990円。これは何かっていうと、まあ、さっきも言ったけど携帯電話みたいなものなんで通信料、それからシステム利用料、うん、これでいろんな、まあ、居場所のログとかデータとか取れるんで、そのデータを保管しておくことが、やっぱりお金がかかる理由なんだろうね、サーバー代だと思います、はい、そんなところかな。で、これ実際に起動させる方法、これねスイッチないんですよ、うん、だから常にこうつけっぱなしな感じで、まあ状況によっては電池が切れてきたらタイプ C を挿して充電をするっていう感じですね。3時間ぐらいで満タンになるっていうふうに書いてありました。
で実際じゃあこの配信どうやってやるのかっていうのをやってみようと思います。いぶきのサイトにアクセスするっていうやり方ですね。いぶきのサイトにアクセスすると、まあ、こんな感じですね。ガチオの名前で ID を作ってやって、すでに準備はできています。でこの作成を押すといろいろ選べるんだけど、ライブ配信を開始、そうするとこういうような画面が出てきます。であとはもうこれでライブ配信を開始のボタンをもう一回押せば、あれ、あ、スタートしたね、うん、これでもう始まってます。で、URL は、まあ、この QR コードでもできるだろうし、こんな表示になりますね。細かいところが URL はこの上のこれですね。これをコピーして使えばそれで OK ですね、うん、こんな感じです。すごく手軽に、配信ができる。さっきも言ったけど LINE とかメッセンジャーとか、まあ、SNS にくっつけて配信することが可能です。それではね、実際これを山に持ってって使ってみます。まあ、重さ、うん、その揺れ具合とか、あとバッテリーの持ち、うん、あとザックの中に入れていても電波拾うのかだとか、その辺もちょっと試してみたいと思います。それでは行ってきます。ガチオのランチャンネル、いぶきのサイトにアクセスをして、で、作成、ライブ配信を開始、そうするとこの画面に移行するので、あとはこのもう一回ライブ配信を開始、そうすると、はい、動き出しました。であとはこのページ、これか、はい、動き出してますね。で上のところ、これをコピーをして SNS で配信をすれば僕の居場所は筒抜けということですね。はい、着きました。いぶき GPS を、全く重さはね気にならない、うん、ついてることすら忘れちゃう感じです。それとあと一回これ先取ってザックに入れて、しばらく走ったんだけど、ちゃんと GPS は拾ってくれてました。なのでまあここにつけなくても大丈夫です。走り終わったんでいぶきを止めます。止め方はいぶきのウェブサイトにアクセスして、また作成を押す、でライブ配信を開始のボタンを押すと、ずっとこれ動いてる状態です。なのでここにライブ配信を終了っていうボタンをもう一回押せば、あれ、終了、はい、これで終わりました。とりあえずあとは、内容を後で見てみます。はい、帰ってきました。いぶきのサイトを立ち上げます。で、自分のガチオのマイページを開くとこんな感じですね。で下の方に行くとね、最近の活動ということで3つ載っています。河口湖エリア重装でしょ、活動ログ、ライブ配信で、山並みスタンプラリー、この3つのうちの2つ、エリア重装とこのスタンプラリーはね、ランニングアプリのストラバと連携させたことで表示をされています。ちなみにこれポチッとすると、うん、これ先日河口湖の、ね、周りをトレランしてきたんですけど、ストラバで拾ったデータがこっち側にも表示をされています。距離が30キロ、累積の積み重ねた標高が2254で、時間が6時間55分かかりましたと。で下の方に行くと工程図があって、詳しく見る、こう押すとさらにこういう詳細データが出てくると。でそれから GPX のデータもここから提供することができる、他の人にね、
なので、ストラバなんかでもできるんだけど、確かに有料会員じゃないとできなかった気がするんですよね、受け取る側が、うん、なんだけどこのいぶきは、まあ、今のところは無料で、受け取ることもできるので、情報共有するとき提供側も受け取る側もこのいぶきを使うっていうのは一つ手だと思います、うん、僕もちょっとこれからね、こういう共有したいデータはいぶきの方にも載せようと思います。それから活動ログライブ配信、これがねまさに、GPS 端末で、取得したデータになります。こんな感じですね。で走った時の軌跡がこういう風に早送りでね表示されるんですよ。面白いで当然今これ早送りなんですけど、リアルタイムで走ってる時にはこのコマが少しずつ進んでいく感じです。でこれを大きくすると全体のなんとなく居場所が分かるので、トレランのレースなんかで選手に持たせておけばどの辺を走ってるのかが一目瞭然ですね、調子がいいのか悪いのか、なんかトラブルがあったのかみたいなところ、当然なんかこう、うん、事故があったりとか天候が崩れてっていうそういう心配事もこの、データを見ればあちゃんと動いているんだなっていうことが、うん、確認できるので、安心ですよね、はい、だ応援する側もそうだし、あと100マイルレースみたいにサポートがつくような時はサポートする人が選手がどの辺を走ってるのかっていうのをこれを見て確認して、あと30分ぐらいでエイドステーションに来るなって言ったら準備をすればいいし、うん、なんかトラブルがあったかっていうのもこれで確認をすることができます。面白いほぼほぼコンスタントにデータ取ってるの で今ねピョコンってデータ飛んだじゃないですか。これがねこれ憶測なんだけど、走ってる時に電線の下をくぐったんですよ、電線路、それで、GPS のデータが一瞬飛んだんじゃないかなっていうふうに思います。でその後は元に戻ってきているので正常に動いています。いぶきの GPS の端末はしっかりと居場所を通知していたので、まあ、こういうふうに丸、これがまさに通知したところなんだけど、しっかりと定期的にデータ配信してます。でこれが今表示されているのがね Google のマップなんだけど、これ航空写真、こういう風になりますね、航空写真すると。それから国土地理院の地図だとこういう感じです、はい、うん、いいですね。まさにトレランする人には持っておいた方がいいかもしれない、この端末は面白いですね。いぶきの GPS 端末、機能はシンプルなんだけどすごく使えると思います。改めて、使い方を整理をすると、まずは、まあ、これはあれですね、山での事故異常事態、うん、発生した時に持っておくと安心。それからトレラン中山の中で電波が通じないところでも、正確に居場所が分かるので、レースの応援とかね、それからサポートなんかに使えると思います。そしてロングバッテリーなんで40時間ぐらいは普通に使えるから100マイルレースでも、うん、いけるよね。それからあとは家族の心配あんまりしてないかもしれないけどだけど一応生きてるよっていうことをデータ、これの配信データを見ればわかる、うん、動いてるからね。それから自分が持ってても当然いいんだけど、誰か、うん、友達に渡しておくとか、うん、もしくは家族に渡しておいてどこにいるのかっていうのを知るっていう、そういう使い方もあると思います。ただ注意しなきゃいけないのは、このデータログは一回こう計測し始めると自動的に公のサイトの方にもアップされちゃいます。なので、プライバシーとかセキュリティ、そこが心配だなだから実際その、うん、データを取るときにはしっかりと認識した上で取る。で、あんまりこう公にしたくなかったら取ったらすぐ消すっていうことをしなきゃいけないと思います。この辺はね、作り手側にちょっと今後改善してもらいたい点ではあります。公開非公開をセレクトできる、うん、それが多分、ね、今できないんだよね。
そこがちょっとだとは思いました。それ以外はグッドです。今後もね、この GPS を使った端末で、進化を続けていくと思います。うん、でこのいぶきのまさにこれはそういう意味では少し前を一歩二歩前を行っている商品だと思うので、ちょっとね僕も、トレランするときにはこれをちょっと有効活用していきたいなっていうふうに思ってます。はい、今回は以上です。今後も今回のようなグッズ紹介とか、レースレポートとか、あと練習内容のご報告、旅ランの様子なんか、含めてですね、織り交ぜながら配信をしていきます。ランニングのモチベーションが上がる内容を目指していきますので、まあ、チャンネル登録されてない方はぜひともよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。ちょっとね、思い切ってね買ってみてよかったです想像してたよりも使える、はっきり言って。で使い方によってはすごく楽しめます。でできればね、何人かでこれを持って一緒に行動すると面白いと思いますし、あと、オンラインイベントとかね、そういった時にも使えるんじゃないかな。やり方次第で無限大だと思います。これはおすすめ。